今回は吉祥寺にある素敵なボードゲームカフェキャラバンズベースさんにインタビューに行ってきました。最初にまず軽く自己紹介をお願いいたします。はい、はい、じゃあ私からにしましょうか、はい、キャラバンズベース隊長、あ、隊長、ここでは隊長と言って、はい、店長なんですけど隊長の、はい、かもしれない隊長と言います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ会員のアンドンです。お願いします。お願いします。早速インタビューの方入らせていただきます、はい、まず最初にボードゲームカフェを開こうと思った理由についてお聞かせください。はい、僕ら、まあ、大学生の時に初めてボードゲームを遊んで、あのドミニオンっていうここにある、はい、カードゲームなんですけども、はいはい、友達に紹介してもらって、はい、それがもう、とにかく面白くてハマってしまう、まあ、皆さんと同じような感じでボードゲーム大学生の時にハマってで、まあ、彼は大学の同級生、僕ら2人とも大学の同級生だったんで、うん、文芸サークルに入ってたんですけど、はい、もう途中からはほとんどドミニオンサークルみたいな感じで、ただその最初からまあそんなお店を作ろうとかやろうっていうのはその頃は全然考えてなくて、ただ一ボードゲームファンっていう感じでやってて、で大学卒業して、でまあそれぞれ就職して仕事をしてたんですけど、はい、なんかボードゲームでなんかやりたいねっていう話を彼から僕の方にもらって、いろいろ日本まあ遊んだり作ってみたいな、うん、で結局みんなで遊べる場ができるといいねっていう風になって、もっとお店を出してみようかっていう、はい、やっぱ知ってもらいたかったっていうのがその作った動機でもあったので、どうやったら知ってもらえるかなとか、たくさんの人にこの良さを伝えられるかなって思った時に、人が集まる場所を作れば僕らもボードゲームをまあ触れ続けられるし、お客さんにも紹介できるなってなった時にお店っていう形がいいのかもねっていう話になって、ボードゲームカフェを、まあ、一緒にやろうかという話になったっていうか、カフェを出店する場所としてこの吉祥寺を選んだ理由みたいなのがあれば教えていただきたいんですけど、はい、吉祥寺を選んだ理由、まずものすごく単純な理由としてですね、うん、はい、私がこの辺に結構長く住んで、まあ、長いって言っても5、6年ぐらいなんですけれど、はい、住んでいたので馴染みがあるエリアで、吉祥寺って街はもともととても好きだったんですね。あとそのボードゲームカフェが私たちが出店した時はまだそんなにすごいたくさんあるっていう感じでは、今ほどたくさんあるっていう感じではなかったんですけれど、渋谷にまあ、今日本で多分一番大きい、まあ、何店舗も出してボードゲームカフェのジェリージェリーカフェさんが出てきたのと、中央線の沿線にも中野とか高円寺とかにちらほらボードゲームカフェっていうのがあって、中央線と井の頭線ですかね、下北沢にジェリージェリーカフェさんあるんですけどにボードゲームカフェがあって、結構そのこの辺のエリアが結構そのボードゲームが根付きつつあるのと、比較的盛んなエリア、盛んなエリアだなっていうのは思っていて、でそれがぶつかるじゃないですか、井の頭線と千代屋さんが交わる駅でもあったので、まあ、ここならボードゲームカフェ受け入れられるかなというのを思ったのと、あとはそのアナログゲームってまあなんかそのこの時代に若者電子全盛の時代のアナログゲームっていうのは結構ちょっとこう懐かしいとか古さが残るものがあると思うんですけど、吉祥寺っていう街自体が結構その新しいところ、最先端の流行行くところとハーモニカ横丁みたいなちょっとこう古い懐かしい雰囲気とかも両方残してる街だったので、まあその辺もすごくこう雰囲気に合ってるかなっていうのがありました。ありがとうございます。インタビューはパート2へ続く。